一問二問三問島問です。今回の企画はですね、プラ船でランチューを飼育してみようという企画を始めます。水槽でちょっと物足りないなーっていう人とか、僕みたいな会社員、自営業者の人じゃなくても、もう限られた時間の中で、はい、朝ともう夜っていうか夕方しか、まあ、世話ができない人でも、それとあともう狭いスペースしかない人、まあ、ベランダでしか飼育できない人とかでも、プラ船で飼育してみようということをやってみたいと思います。なかなかランチューとか敷居が高いなって思ってる人とかにも気軽に飼育できるように、はい、僕が動画を通して伝えていきたいと思います。なのでまずプラ船の購入ですね、はい、そのために DCM さんにで購入してみたいと思います。はい、購入してきました。真下にね、このボックスっていうかコンテナを置いて、で上に船を置く感じですね。はい、船の大きさはですね、80ですね、80リットル、でも正確には79リットルで、大きさ924の610ですね。はい、皆さんの町にもプラ船売ってると思うんですけど、ほとんどのホームセンターで黒とグリーン、まあ2色ですね、売ってると思うんですよ。なぜ僕がグリーンを選択したかっていうと、やっぱり黒に比べると日の光を浴びた時に水温の上昇を少しでも抑えるために、はい、黒よりもグリーンの方が水温の上昇を抑えれるんじゃないかなと思ってグリーンを選択しました。横に並べて、まあ水温を測ったわけではないですけど、根拠はないんですけど、グリーンの方が黒に比べてちょっとでも水温を抑え、上昇を抑えたいということでグリーンを選択しました。それとあとですね、まあ、黒よりもグリーンの方が汚れが、水が汚れた時に分かりやすいのかなと思って、まあ僕が前やってた時は、まあ、自分の家で、はい、庭全部使って、庭とガレージですね、全部使ってやってたんですけど、はい、自分の家の時は、今は実家です。まあ、なぜかというと親が高齢で車の免許も返納して、はい、足もないということと、あと病院とか送り迎えしたりするために僕実家に戻って生活してます。そのため実家ではやっぱりね、決められたスペースしかないので、はい、狭いところでまずはプラ船一つからやっていきたいと思います。もう皆さんもそんなに広いスペースがある家っていうのはなかなかないと思うんですよ。僕も周りではやっぱり知ってる人では、やっぱり自営業者の人がやっぱり温室とか小屋とか建てたりして、はい、自営業者の人やってるんですけど、やっぱ会社員で、まあ、マンションの人とか、こういう一戸建てでもやっぱり広いスペースが持てない家とかがほとんどなんですよ。そしてやっぱ限られた時間しかないんですよね、会社員の人っていうのは。僕もそうです。僕も会社勤めで朝少し餌をやったり、金魚の状態見たりして、それから出勤します。で帰ってきてまた餌やりとかして、で金魚の状態見たりしてます。まあ、はっきり言って朝と夕方とかしかやっぱり見る時間ないんですよ。それでも忙しい中でもやっぱ金魚大好きなので買っていきたいと思います。まあ、そして YouTube も撮影していきたいと思います。まあ、皆さんもね、金魚とかね、船で買ってみたい、プラ船で買ってみたいとかいう人とかもね、この動画を通して少しでもね、参考になればと思います。まあ、今後の予定はですね、やっぱりこの船とりあえず購入するところまで今回ねやりました。でうちにはやっぱね、猫もいるんですよ。これ猫今どっかいるんですけど、猫もいて、でひょっとして
猫が悪さをするかもしれないので、でこの蓋ですね、うん、猫の手が入らないように、うん、網の目の細かいやつで蓋も作ります。やっぱり分かんないですもんね、動物ってダメだよって言ってもやっちゃう場合があるの で現に僕も自分のね家でランチを飼育していた時、猫にやられたことがあります。何匹も結構やられたことあります。猫って結構賢いので、はい、もうランチ持ってっちゃいます。はい、食べちゃいます。野良猫にやられたことあります。はい、そしてあと、まあ、外で、はい、飼育するのでブロアちょっと配管やって自分で、はい、エアを送れるようにします。まあ、金魚用のね、ホームセンターで売ってる金魚用のエアポンプだとやっぱり外で使用するのはあんまりよろしくないので、やっぱり外で使用するにはブロワーが圧倒的に丈夫です。でやっぱパワーもあるのでたくさんエアが送れるということで、まあ、ブロワーおすすめします。まあでもこんな1個ぐらいでブロワー大げさだろっていう人もいるかもしれませんが、まあ後々ね増やしていくかもしれません。2つ3つぐらいまでは増やすかもしれません。まずは1つでって考えています。まあそれ全部準備できてから、まあ金魚迎えていこうかと思います。もう一般サラリーマン、一般会社員の人でも外でね船でね金魚ランチューとかを買っていけるんだよっていうのを、飼育できるんだよっていうのを、はい、伝えていけたらなって思います。まあおじがね、うん、やっぱりね先日の動画でも撮影したようにやっぱりね落としてしまったりショックなんですけど、ほんで僕もね自分で一からまたランチューの方飼育していこうと思いますので、まあ産卵までもさせれたらいいかなと思って、まだでもとりあえずまだ産卵のことは考えずに、1歳か2歳どっち買うか分かりませんが、はい、まあお迎え最後この設備が整ってからお迎えを考えております。それでは今後のね、はい、動画を楽しみにしていただけたらと思います。はい、ここがですね僕が以前にランチューを飼育していた場所です。もう駐車場とかもね丸々使って、まあプラ船とかFRP 水槽を並べてやってましたね。まだこの冷凍庫残ってますね。この冷凍庫は三重県の、まあ、有名なねランチューやってた人がね引退した時に譲ってもらった冷凍庫ですね。もう壊れて今は使えませんが、この中でこの冷凍庫で赤虫とかミジンコとか入れてましたね。この庭もね全部使ってやってましたね。プラ船並べたりしてましたね。ここにこれちょっと蓋ですね、自分で作って金網で、目の細かい金網で猫防止に蓋を作ってました。もうボロボロで木はもうスカスカですね。シロアリに食われたんかなこれ、まあ、船とか FRP の下にかましてたブロックですね。まあここはもうね電気も水道もガスももうストップしてあるので、そうですね、これからは実家でこじんまりと細々とランチューを飼育していきます。次回はブロアですね。浄化槽用のブロアを使って、まあ、配管、エアポンプ、エアを送るための配管ですね。やっていきたいと思います。はい。まあね、ドリルで穴開けたり塩ビ管に。そんな作業を取っていきたいと思います。チャンネル登録、グッドボタン、コメントもお願いします。バイバーイ。